零零七リビングデイライツ、零零七リビングデイライツ、007リビングデイライツ、ザ・リビングデイライツは、1987年、公開、ジョーン・グレン監督のスパイアクション映画、零零七シリーズ第15作。シリーズ誕生25周年の記念作品でもあり、大型予算で制作された、ジェームズ・ボンドをティモシー・ガルトンが演じた初の作品である。原作は、 イアン・フレミングの短編、ベルリン・脱出、ザ・リビング・デイライツ。コメディタッチだった前作までのロジャー・ムーアのシリーズとは、打って変わり、前編通して、シリアスで、ハードな展開が多い。レイレイメンバーらによるジブラルタルでのナトの演習訓練中、スパイにしおとの表札とともに、レイレイヨンが殺害された。訓練に参加していたレイレイナ,ナナコトボンドは暗殺者を追跡。 死闘の末に暗殺者を倒す。その後、ボンドはソ連の影響下にある東側のチェコスロバキアのブラチスラバにいた。ソ連の重要人物コスコフ将軍からボンドを名指ししての亡命の協力依頼が英国情報部に入りそ任務のために現地へ潜入していた。先に潜入していた同僚のソーンラースと共にクラシック演奏会場から脱出したコスコフを援護する。その時、 会場の窓からコスコフを狙撃する人物を発見したボンドは、それが演奏会にいた女流チェリストだと気づく。ボンドは、とっさの判断で彼女が狙撃の素人であることを見抜き、あえて狙いを外し命を奪わなかった。そのことで、ソーンダースの叱責を受けるが、当初の目的であるコスコフ将軍の亡命は、 旧の天然がスパイプラインを使うアイデアによって西側のオーストリアへの亡命に無事成功する。コスコフがストーナーハウスで M たちに明かした事件の黒幕とは KGB のプーシキン将軍であった。先日の004殺害を皮切りにプーシキンがスパイに塩の合言葉の下、英米のスパイの総抹殺を企んでいるとの告白に驚愕する M たち。その直後、 牛乳配達人に化けた殺し屋ネクロスにコスコフ将軍は奪還されてしまう。この非常事態に M はボンドにプーシキン将軍暗殺の指令を出す。単純にプーシキン将軍が黒幕とは信じられないボンドが異議を唱えると M は008に任務交代させると脅しをかける。コスコフ将軍を狙撃しようとしたカーラという女流チェリストに引っかかりを感じたボンドは任務を受け、 M には内緒で正体を隠して、独自にブラックスラガニスムカーラと接触する。コスコフの恋人だと名乗るカーラを、旧がソリや自爆機能などの改造を施したアストン・マーティン V8 による雪上の逃走劇の末に、オーストリアへ連れ出した。やがて、ウィーンで落ち合ったソーンダースの報告によって、コスコフとカーラの間に、国際的武器商人のウィテカーの名が浮かび上がる。ボンドは、 コスコフの亡命とネクロスによる奪還は、ウィテカーと結託したコスコフの芝居であり、カーラは捨て駒に過ぎなかったと推測する。だがネ、ね、クロスの手は、ソーンダースにも伸び、ボンドの目前で彼も殺害されてしまう。怒りにもえ、プーシキンがいるタンジールへと向かい、真相を知るべく、プーシキンと対決するボンド。そこでボンドは、コスコフがソ連の公金を横領していることを知り、 ウィティカーとコスコフの狙いは、魅力を罠にはめ、ボンドに、プーシキンを殺害させて、横領の剣を闇に葬る計画だと確信し、逆に、プーシキンと組んで一芝居打ち、狂言を演じて、プーシキン殺害犯となる。ところが、カーラが、コスコフの還元に乗ってしまい、ボンドは、カーラと共に捕らわれて、タンジールのイブン・ワットゥータ国際空港から、ソ連空軍の軍用機で、 アフガニスタンのソ連空基地に連行されてしまう。だが、旧の秘密兵器により脱出。牢屋にいた大祖抵抗組織、ムジャハギンの副司令官で、英語が堪能なカムランを助けたことによって、彼のところへ身を寄る。ボンドとカワラは、コスコフたちがそこで、地元のアフガン商人、白氷団から、横領した黄金のダイヤモンドでアヘンを仕入れて、裏金を稼いでいることを知る。 それを阻止するため、カムランの協力を得て、アヘンを満載した輸送機を奪い、行き詰まる空中での死闘の末、ネクロスを倒す。そして、CIA のライターと共に、ウィテカーの屋敷に突入するボンド。ウィテカーは棒立て付きのサブマシンガンを振り回して、悪あがきをするが、ボンドの敵ではなかった。そのボンドの前に、プーシキンが現れ、コスコフを逮捕する。 プーシキンはボンドに感謝を表し、カーラの亡命を認めるのだった。本作は1987年の映画の世界、工業成績で第3位。日本では1988年度の外国映画の配給収入で第9位。キングレコードから発売の特別版 DVD には、TBS 版とテレビ朝日版の2バージョンの吹き替えを収録。 水曜ロードショー最終回作品となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。